マウザー 13.2X92mm タフ、弾とは対戦車用の弾薬である。走行目標を撃破するために最初に設計されたもので、対戦車弾薬の開発において大きな進歩だった。タフとはタンクウントフリーガー、戦車及び航空機の位、e、1 3 2 x 9 2ル m s r としても知られる。本弾薬は、 マウザー M1918T ゲベアで使用された。また1919 19年に開発が予定されていた新型機関銃 MG18 タフでも使用が検討されている。13.2mm タフは第一次世界大戦の後期に出現したイギリス製戦車に対抗するため設計されている。前線近くに配備される前の戦車の進撃路を事前に予測しておくことは困難であり。 戦車の前進を妨害するために地雷を投入するのは難しかった。警報兵部隊は対戦車砲として任務に就くことを迫られたがとても有効だった。ただし非常にかさばり満足なほど速やかに戦闘に持っていくことが難しかった。そこでこうした初期の走行車両たちと戦うための別の手段を見つけることが必要だった。低出力の駆動装置で車両を動かすため、 重量を減らす必要性があり、初期の装甲板は比較的に薄かった。また当時の戦車は主に機関銃の射撃をしのげるように設計されていた。そこで大口径の小銃ならば戦車の乗員を悩ませ殺傷することができた。ドイツの対戦車団という知らせがルフした際にいくつかの議論が生じている。この弾薬をコピーし、 新しい機関充弾薬の基礎に使うべきだというものである。しかし、数度の分析の後、ドイツの弾薬の正確な模造品は除外されている。このコピー弾薬の性能は、50BMG に劣っているが、その理由は、薬莢が半期演式であるため自動火器にやや適さないにも、かかわらず、こうした用途に設計されたためである。また他の意見では、 50BMG は無機演式でネック部分を下げたドイツ製弾薬の模造品に過ぎないとも述べている。とはいえ、アメリカ軍がドイツ製弾薬を知った時点で、50BMG は未だに製図版の上に乗った状態であった。また、50BMG がドイツ製弾薬の発見に先立って開発開始されたという事実は、 50BMG を成立させる中で、ドイツ製弾薬が重要な部分を占めたという、しばしば述べられる意見を除外できるものではない。もし校舎が大きく異なる弾道特性を備えて出現したとしてもである。いくつかの意見では、50BMG は外部から一切の影響を受けていないと主張しているものの、多数の文献では未だに2種類の弾薬の、 関連性について言及し続けており、与えられた証拠書類から、この言及は少なくともいくらかの価値があると考えられる。イギリス製303ブリティッシュ弾とドイツ製1 3 2ト、mm、ルタフの比較。1 3 2ト、mm、ルタフの薬莢は9 2ト、mm、ル長で、半径円式、浅い角度のボトルネック形状を備える。これは、 ドイツのマクデイブルクにあったポルテ弾薬工場により開発された。ありがとうございます。